戦闘族か師匠なしイニシアティブ。 そんな攻撃。
の攻撃受けたら終わりだな。方法はある。避けるタイミングをもう少し遅らせることができるか。今の半分の距離、いや4分の1まで引きつけたい。確かに危険だ。だが活路はその先にある。一か八かの賭けだ。来るぞ。さらばだ。剣の火を砕け散れ。ここだ！そこ。立て。
バルフィッシュ。まさかあそこから反撃に出るとは。その力侮っていたようです。念には念を入れた方がいい。お前の力は想定値を大きく上回っている。だが対応できる範囲を超えることはない。ワルフィッシュ、セーフティー解除。威力限界をカウントダウン。ハンマーが開いた。
九死に一生を得たとはこのことだ。アラタは安全な場所に逃がした。安心しろ。話しなさい。早く。いつまで泣いているのですか。その元気があるなら大丈夫だな。クリス様と間違えるなら鈴代一生の不覚。こんなことをしている場合ではなさそうだな。期間でここまで成長したというのか。だが形状も威力の性質もあまりに違いすぎる。これは本当にガードナーなのか。下がっている。鈴代、なぜ助けるのです。あなたに借りを作る気はありません。ハルイジが間違っている。ここは決闘の場ではない。ならばなおのこと世話を焼いてもらう言われはありません。では力ずくでも言うことを聞かせるだけだ。何を、はあ、
くしろ。この程度を振り払うこともできない体で無理をしないことだ。何を？これを仮に思うのなら勝手に返せ。拒みはしない。さあ、お前の相手はこっちだ。桁外れだな。だが戦い方がないわけじゃない。あいつの動きは緩慢で大振りだ。初段をかわせば隙も大きいはず。そういうことだ。遅い。拳を振るっただけで結界が引き裂かれただと？一撃でも食らったら終わりだ！